アメリカ女子代表、ポルトガルとドロー。辛くも2位通過で決勝 T 進出、日本と準々決勝で対戦の可能性も。女子ワールドカップは E 組最終戦が行われ、FIFA ランク1位のアメリカはポルトガルと対戦した。アメリカは初出場のポルトガルに対して、複数回決定機を作るものの、後半アディショナルタイムにゴールポスト直撃のシュートを許すなど、冷や汗ものの展開で0-0の引き分けとなった。アメリカはこれで1勝2分けの勝ち点を、2位通過で決勝トーナメント進出を決めた。日本が決勝トーナメント1回戦でノルウェーに勝つと、アメリカと G 組1位の勝者との対戦になる。また、E 組ではオランダがベトナムに7-0大勝。2勝1分けの勝ち点7とし、1位で3大会連続の決勝トーナメント進出を果たした。オランダとやるよりはアメリカの方が組みしやすい。このアメリカなら勝てる。というかスウェーデンに負けるぞこのアメリカ。アメリカってスウェーデン苦手だよね。東京五輪のグループリーグ初戦でも0-3でアメリカはスウェーデンに負けてる。苦手です。今のスウェーデンに勝てる気がせんわな。それくらい今大会のアメリカは良くない。アメリカはいきなり弱くなっててわろた。引き分けばっかとは想像できなかった。アメリカ負けててもおかしくなかった。マジ時間の無駄つまらん試合やったわ。今はオランダの方が強いかもしれんが、日本はヨーロッパ勢の方が組みやすい。試合見やわかるがアメリカ全然強くねえからな。弱かったなアメリカ。大好きなラベルもモーガンも弱体化してた。過去の実績だと、アメリカは比較的スウェーデンが苦手、日本は比較的スウェーデンは得意。アメリカ世代交代失敗しててわろた。本当に見事にこれだな。まあイケイケになったらわからんが若手の自信のなさとベテランの衰えがはっきりだった。高倉の時は見る気も起きなかったけど、日本は早めに済ませてよかったね。むしろこれラッキーだよな。日本人はアメリカが一番強いと思ってるから、アメリカに勝てば世間は一気に盛り上がると思うわ。男子が課題評価のドイツとスペインに勝って一気に盛り上がったようにね。順調に行けばスウェーデン戦が最大の山場だな。優勝してくれ。最後はヘロヘロでお金出してまで見る試合じゃなかったわ。優勝候補がこれじゃ金ふっかけすぎ。アメリカって日本叩くためにわざと引き分けたんじゃねえの？負ければ敗退の0-0でそんなことできないよ。ポルトガルのラストのポストに助けられてなかったらアメリカ敗退してたからな。その前にスウェーデンとやりたいわけない。1位通過すれば相手は雑魚イタリア。面白くなったな。コロッとノルウェーに負けるようならそれまでだけど、勝っていければノルウェーの次はアメリカかスウェーデン、準決は因縁のスペインかオランダ、2011だって常に格上のドイツやスウェーデン、アメリカ破って頂点に立ったんだから、ビビってる場合じゃないよ。池田監督と選手たちは当然ノルウェー、スウェーデン、アメリカらと戦うことは想定して、練習してきたんだから全てをぶつけていくだけ、信じてるぞ。頑張れなでしこジャパン。アメリカは年寄りばっかだからいける。ラピノを出した時負けに言ってるのかなと思った。監督の頭があれだわ。使わないで敗退したら余計に叩かれんじゃね。まずはノルウェーに勝つことだけ考えろよ。足元救われるぞ。ノルウェーは実績ある選手揃ってるからね。加えて佐久木熊谷、南とチームメイトの選手が4人いるのでビッグクラブ所属だらけの。ノルウェーアタッカー陣に情報は与えてるだろうしね。ランキングって試合も見てないFIFAが適当に決めただけだろ。会長が試合も見ずにタヒチへ遊び行くぐらいだし、どうせアメリカとか欧州から金もらって決めた意味のないランキング。男子も似たようなもんだしわら。ランキングは試合内容ではなく結果で決まる。現行方式では色レーティングをベースにして昔よりは良くなった。そうは言ってもランキング通りに決着しないからランキングの上下動が起こる。アメリカはまだラピノー、モーガンいるのかよわら。だから世代交代できていなくて弱体化している。どっちにしろ上に上がれば対戦するんだから、2位でも1位でも問題ないわ。まずは1回戦のノルウェー戦に集中や。実力を示せば問題なく勝てる相手だ。アメリカ2位通過かよ。意外と弱いんだな。準々決勝いけるんじゃね？と見せかけて嫌な予感がするぜ。一応強豪だからな。決勝トーナメントで調子上げて別チームとかすパターンかもしれん。アメリカとスウェーデンで、カレーとキムチが飛び交う展開や。
スウェーデン来たら日本はかなり頑張らないと勝てないよ。結局順当にベスト8で終わると思う。まあ順当ならそうなるんだけども。そんなのは期待してはいない。ポルトガルが最後のビッグチャンス決めてれば面白くなったのに。オランダがベトナムをここまで落札するとは思わなかったな。スウェーデンよりアメリカ来てくれた方が良いんじゃないか？もう動けないだろあのおばさん集団。平均年齢、アメリカ 28.55、 スウェーデン 28.83、 日本 25.22、 チナノルウェー 26.68。 弱くなったり強くなったりってのは監督の影響が大きいみたいね。日本だけじゃないわな。アメリカとやりたい。意地でスウェーデンに勝って上がってきてほしい。ポルトガルはよく頑張ったね。アメリカをここまで追い詰めるとは思わなかった。女子サッカーの勢力図はどんどん変化してるね。ワンバックとかモーガンとかいないよね。モーガンはいる。ワンさんはとっくに引退済み。アメリカはチームの心臓のラベルが累積で出れないから普通にスウェーデン。正直、日本の守備ブロックを破れるような強力なチームは見当たらない。どこ相手でも2点取れば勝てる。1点は自己的に取られることはあるだろう。スペイン戦も決定機は何回かあっただろ。シュートが枠に飛ばなかったから失点しなかっただけで。決定機ってほどでもない。どれも10回に1回も入らないようなシュートチャンスだった。入ったら自己レベル。日本の C 組にはフィジカルでゴリ押しするタイプがいなかった。そういう相手に日本が対応できるかはまだ未知数。放り込みしてくるチームに日本はまだ当たってないから。ノルゲとかなら余裕でキープできるので、放り込みの機会はあんまりない。あと、3バックでサイドの守備がしっかりしており、簡単にクロスを上げさせないようにしてる。後ろからの放り込みから得点できるよう女子選手はほとんどいない。それよりミスからのカウンターの方が怖い。向こうの山は OG、イングランド、フランス、ドイツ、コロンビア、ナイジェリアか。これはなでしこに風吹いてるな。どの山でも結局きついな。ツイッターでアメリカ人が荒れてるで、寝ずに待っててあの試合見せられたら荒れるわな。なでしこ得意なカテナチオはやばいな。スペースが全くない。北欧はなでしこ対策で早めにクロスで高さ勝負だろうな。逆になでしこはパスワークで巨人どもの体力を奪い、切れ味鋭いカウンターをお見舞いしてやれ。アメリカがスウェーデン倒せるとは思えない。オランダが敗退が確定してるベトナムに勝つことは分かってたし、アメリカがポルトガルに苦戦することも想定内。スイスよりノルウェー、スウェーデンよりアメリカ、面白いじゃん。2011年ワールドカップみたいで。どこと当たっても優勝目指して勝ちに行くだけやろ。もちろんそうだけど、対戦相手の組み合わせによって優勝の難易度が大きく変わるのは事実。ノルウェーのふんわりクロスからのヘディングシュートが怖い。単純だけど高さは日本の弱点。それとノルウェー女子はパワーがあるからミドルが強烈。それでも今のなでしこなら負ける相手ではない。ノルウェー戦が仮想スウェーデンはアメリカ戦になるな。まあアメリカだって初戦でスウェーデンと潰し合いはやりたくなかっただろうな。スウェーデンはおそらく今大会最強。日本からすればアメリカは長年のライバルだし、スウェーデンは五輪の雪辱戦。どっちも楽しみだけど、まずはノルウェー戦に全力だな。国内サッカーファンの反応。アメリカ予選敗退寸前だったなわら。アメリカ助かった。どう見てもアメリカ弱いな。アメリカは11年ワールドカップの後にパスつなぐスタイルも取り入れ始めたけど、ここ数年でまた走ってなんぼなサッカーに戻ったよね。モーガンちゃんはもうママなんだっけ。スペイン日本の完成度は高いな。まあカウンターでスペインボコボコだったけど、38歳のラピノーが出てくるまで前線にまともなボール一つ出てこない。アメリカ弱体化してるな。長年君臨してたロイドやオライリーが引退し、次の世代が育ってなかった。アメリカと中堅国との差はなくなったけど、ディフェンダースピードもあるからカウンター効きにくいし、シンプルにロングボール放り込んでくるから日本とは相性悪い。アメリカもスウェーデンも高齢化がひどいんだな。スウェーデンもイタリアをフルボッコにしたから強そうに見えてるだけで五輪の時より弱いわ。アメリカはやってるサッカーが古臭いしな。欧州はかなり洗練されてきたけど置いていかれてるな。未だにラピノーが出てくるんだな。モーガンもラピーノもおばさんになってキレがないし。アメリカ女子サッカーとか身体能力で勝ってきただけだからな。
おばさんになってスピードもなくなってるし、これには勝たないと。ただ異常に気が強そうだな。アメリカ女子は、ラピーノはセルフジャッジしてプレイやめんじゃねえよ。男子の育成システムコピーというか、お下がりみたい感じのシステムで育成されてきてるから、ヨーロッパ女子が急激に強くなった。日本もそれに習えって感じだし、アメリカはずっと昔のサッカーだね。日本代表板の反応、ポルトガル惜しい、ポストに救われたアメリカ。ラピノーのキックの精度もモーガンのスピードも衰えまくってるな。こや GS 突破してもトーナメント初戦でスウェーデンに普通に負けるわ。ただでさえアメリカはスウェーデンに相性悪いしな。アメリカはギリ勝っても1位になれないから勝つ意味もない。負けなければいいんだけど本戦で負けるだろうな。弱そう。アメリカのトリエは平均身長だけだが、その割にはかなり空中戦が弱い。プロットの CK 空中戦なども弱い。今時では珍しい。その1点でスウェーデンのが嫌だと思ってたが、思った以上にアメリカはポンコツ。ベトナムに2点取ったポルトガル、ベトナムに3点取ったアメリカ、ポルトガル VS アメリカ0-0。あれ、アメリカ弱いか。スペインに練習試合で負け、ポルトガルに引き分けで。アメリカ次はスウェーデンか。よわら、 R16 敗退濃厚じゃん。ウーマンズワールドカップ史上初じゃね。ワンジェネレーション30年間続いた絶対女王の座からいよいよ陥落かわら。アメリカはこれまでウーマンズワールドカップは全大会3位以上だから、ベスト16敗退ならワースト記録を大幅に更新。GS の戦いぶりを見るに、スウェーデンに勝てる気がせんな。もともと相性悪い相手でもあるし。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、いいね、お願いいたします。コメントも、大変励みになります。